どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイト、ポイントタウンってありますよね。こちらのポイントサイトがですね、2022年の6月の中旬よりね、リニューアルされるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、ポイントサイト、ポイントタウンがリニューアルされるということで、このポイントサイト、ポイントタウンっていうのはですね、GMO が運営しているポイントサイトっていう風になるんですよね。皆さんね、名前ぐらいはね、聞いたことあるかななんていう風に思うんですけども、非常にね、大きい会社が運営しているね、ポイントサイトっていう風になっておりまして、まあ私もね、利用していてポイントつかなかったこととかね、あるんですけども、まあそういった場合でもですね、非常にね、丁寧に対応していただいたりですね、先日もちょっとあったんですけども、エラーポイントみたいな感じで、本来ね、そのポイント数で出ない案件があったんですけども、まあそれを利用してしまった時にですね、まあ、表示されたポイントを付与されるのか、本来のポイントを付与されるのかっていうところでね、どっちかでね、付与されるわけなんですけども、表示されたね、ポイントで、付与していただいたりとですね、非常にね、ありがたい対応ね、いただけたわけなんですけども、このポイントサイト、ポイントタウンっていうのはですね、ちょっとね、おすすめできないポイントがね、一点ありまして、このポイントサイト、ポイントタウンっていうのは、20ポイント1円計算なんですよね。ですので、非常に分かりづらいですよね。まあ、ポイントサイト、ハピタスとかね、1ポイント1円で分かりやすかったりとか、まあ、ポイントインカムとかもね、10ポイント1円とかね、結構分かりやすかったりするんですけども、このポイントタウンはですね、20ポイント1円ということで、非常に分かりづらくてですね、ここはね、ちょっとお勧めしづらい部分であったんですよね。ポイントサイトのね、ポイントとか非常にたくさんポイント持ってても、まあ、実は20分の1みたいな感じで、全然ね、現金にすると多くないみたいなね、まあ、そういった感じにもね、見えてしまうっていう風になりまして、ちょっとね、そこが難点だったんですけども、今回ね、こちらも1ポイント1円にね、変更されるっていう風になりますんで、これでね、ちょっとだなっていう部分がね、なくなりまして、またね、今回会員ランクがね、刷新されるということで、こちらがね、非常にいい内容っていう風になっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ね、ポイントサイト、ポイントタウンがね、リニューアルされるという風になりまして、リニューアル期間ということでメンテナンスがね、入ります。2022年の6月の20日正午から6月の23日の正午まで、このね、丸3日間に関しては利用することができなくて、まあ、リニューアルが、ね、されるっていった形になります。で、リニューアルされるとね、どういった感じに変わるのかっていう話なんですけども、先ほども言いました通りですね、今まで20ポイント1円計算だったわけなんですけども、1ポイント1円計算に変わります。で、次にね、コインが導入されます。で、もう一つね、会員ランクがね、刷新されるっていう風になりまして、まあ、1ポイント1円計算なのはね、わかりやすくてね、いいですよね。で、二つ目のね、コインの導入なんですけども、まあ、私の動画のチャンネル見られてる方はね、利用してる方そんなに多くないかな、なんていう風に思うんですけども、ポイントサイト、ポイントタウンには、1円以下の案件があるんですよね。まあ、そこをね、コインにして、まあ、そのコインがね、100コイン貯まったら、自動的にね、1ポイントにね、移行されるみたいなね、まあ、そういったシステムになるそうなんですけども、コインがね、導入されていくっていった形になります。で、非常に強烈なのはですね、会員ランクがね、刷新されるっていう部分でですね、こういった形になるんですよね。レギュラー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドということで、こちらね、会員ランクを上げていただくと、ランクボーナスということで、まあ、0% から 15% ですね、追加でね、もらえるっていう風になるんですよね。で、これね、何がすごいのかっていう話なんですけども、まあ、こちらね、ダイヤモンドランクであれば、ランクボーナスとして 15% がね、付与されるっていった形になるわけなんですけども、こちらですね、どの案件を利用していただいてもですね、基本的にね、15% 増量がつくっていった形になるんですよね。ですので、クレジットカードであったり、FX 案件とかで、まあ、1万ポイントね、獲得したとしますよね。そうすると、ダイヤモンドランクであればですね、15% 自動的に付与されるっていう風になりますんで、1万円のね、案件を利用した場合であってもですね、ランクボーナスね、15% もらえるっていう風になりますんで、11,500円分のね、ポイントがもらえるっていった形になるんですよね。非常にすごくないですかね。これ聞いた時ね、非常にびっくりしたんですけども、こういったね、制度はね、
他のポイントサイトでね、あったりするんですけども、このクレジットカード案件とかね、まあそういったのに対象じゃなかったりするんですよね。ですので、買い物したらね、これぐらいのボーナスつけますみたいなね、話はちょこちょこあるんですけども、このどの案件にもですね、基本的にこの15%とか10%とかね、ランクボーナスがもらえるっていうのはですね、ちょっとね、今まで聞いたことがないね、感じなんですよね。だって1万円の案件利用したら1万1500円もらえるってすごいじゃないですか。これね、非常にすごいですよね。で、このパーセンテージがね、このランクボーナスがもらえる案件についてもですね、基本的にはね、すべての広告で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、クレジットカードであればですね、まあ、大体1万円とか1万5千とかね、まあ、2万円超えるとかもね、ありますんで、まあ、それがそのまま15%ね、増量でもらえるってなるとね、かなりね、すごいですよね。先日ね、こちら、コミュニティ欄でね、紹介したと思うんですけども、MUFG プラチナカードね。まあ、こちらね、年会費2万2000円のクレジットカードで、プライオリティパスが欲しくてね、発行しましたっていう話をね、どっかの動画でしてると思うんですけども、まあ、これね、初年度から2万2000円かかるクレジットカードなんですよね。で、ポイントターンのね、もらえるポイントで相殺して、まあ、1年間はね、無料で利用することができるっていう感じなんですけども、今回のね、この会員ランクがね、始まればですね、まあ、2万2000ポイントね、本来もらえるところがですね、2万5300ポイントがね、もらえるっていう感じになるんですよね。ですんで、もう2万2000とかだったら、本当にプラス3300円とかね、まあ、そのぐらい上がってくるっていう風になりますんで、いや、本当にね、すごいですよね。それでは次にですね、このダイヤモンドランクになるにはね、どうすればいいのかっていう話なんですけども、こういった形になってるんですよね。まあ、こちら新ランクということで、レギュラーからね、ダイヤモンドあると思うんですけども、こちらね、半年間の間に承認回数が10回。で、獲得総ポイント数が5000ポイントであれば、ダイヤモンドランクにね、なれるって言った形になるんですよね。ハードルかなり低いですよね。これもね、見て結構びっくりしたんですけども、ダイヤモンドランクになるのにですね、承認10回と、獲得ポイント数5000ポイントでいいっていう風になりますんで、まあ、先ほど言った通りですね、これで、私はね、2万2000円ぐらいのポイントもらってますんで、まあ、獲得ポイントはね、もうこれでハードル超えているわけなんですよね。ですんで、あとね、承認回数10回ね、クリアすれば、もうダイヤモンドクランクにね、なれるって言った形になるんですよね。この承認回数10回の部分はありますよね。まあ、ここはね、ちょっと難しいかな、なんていうふうに思ってたんですけども、これですね、同じ案件でもいいんですよね。ですので、楽天市場10回でもいいですし、ヤフーショッピング10回でも OK っていう風になりますんで、これね、かなりハードル低いですよね。なんか、案件をね、分けなきゃいけないってなるとですね、この10回っていうハードルもね、かなり高くなるかななんていう風に思うんですけども、これね、楽天市場10回で OK だったらですね、楽天市場のね、楽天お買い物マラソンね、完走していただければね、まあ大体10店舗ね、回っていただくかななんていうふうに思いますので、これ全部承認受ければね、このダイヤモンドランクね、なれるっていうふうになりますんで、まあもちろん5000ポイントはね、必要ですけども、まあ5000ポイントに関してはね、半年で5000ポイントっていうふうになりますんで、まあクレジットカード1枚でもね、発行していただければですね、こちらになれるっていうふうになりますんで、これはね、本当にね、すごいですよね。私の動画のチャンネルはですね、ポイントサイトハピタスでリニューアル行われて、非常にね、ポイントサイトハピタスね、メインでいいんじゃないかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、ハピタスの方はね、ポイント交換に対して、まあ、5%っていうふうになりまして、ポイントサイトハピタスはね、月3万ポイントまでしかいけないんで、1500ポイントかな、最大でも。っていう感じなんですよね。でもこのポイントサイト、ポイントタウンの方は、案件に対して15%増量っていう風になりますんで、これね、かなりすごいですので、まあ今までね、ポイントサイトハピタスね、メインでいいんじゃないかっていう話をね、させていただいてたわけなんですけども、まあここまでね、ポイントタウンがね、すごいとですね、まあちょっとね、ポイントタウンメインでね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。ということで今回ですね、ポイントサイト、ポイントタウンのリニューアル解説ということで動画ね、撮らせていただいたわけなんですけども、本当にこんなにすごいとね、大丈夫なのかな、なんていうふうに思ってしまいますよね。今ね、ポイントサイト、ポイントタウンっていうのは、まあ、一つの案件があったら、本当に1、2を争うぐらいのね、高額のポイントを出してくれるポイントサイトなんですよね。ですので、これが運用が実際に6月の中旬から始まってね、今みたいに
最高ポイントね、出してくれるポイントサイトであればですね、間違いなくね、ナンバーワンのポイントサイトになるかななんていうふうに思いますので、今までね、利用されたことないっていう方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、リニューアル自体はね、6月の20日から、23日っていうふうになりますんで、まあ、本格運用はね、その後っていうふうになりますけども、まあ、ぜひね、これから利用してみていただくのもね、かなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。